皆さんこんばんは。僕らの宇宙生活。今日はですね、11月13日に、三重県の通日高校で講演した際のお話です。で、通日高校で初めてその講演の中に、通日高校さんの提案で、ご提案で、グループワークを取り入れたんですけども、それがすごい面白くて、今後も活かしていこうかと思うんですけども、なんかその、えっとですね、僕から、僕らの講演って一方向じゃなくて、なんかみんなも一緒に考えることで、なんか一体感ができるというか、より考えるっていうことで、皆さん、印象に残ったのかなと。LGBT について頭を動かすので、よりなんか、深く考えるきっかけになれればなと思ったというか、自分たちも気づかされました。で、今までそういった方法で、なんかどうやったらもっと双方がより深く考えれるのかなっていうことで、事前アンケートをして、それを講演の中に組み入れたり、事後アンケートをして、それに対する質問があれば YouTube で流したりっていうふうに、いろいろ考えてたんですけども、グループワークってまた新たな方法ができたかなと思っています。で、ちょうどそのタイミングで、今回 NHK の通放局、通し局、通放送局の、もう浅井さんも、取材に来てくださって、で、その講演の様子とか、グループワークの様子をちょっと、ニュースで流していただいたんですけども、で、この講演後に、3人、生徒さんがインタビューを受けられてたんですけども、3人全員が、放送されてて よかったなと思って、それもちょっと嬉しかったです。で、皆さんに、これは学校の課題で、ちょっと見せていただいたんですけども、もう感想っていうか思ったことをぎっしり皆さん書いていただいてるんですけども、もう結構中学校でも、もう LGBT についてはちょっと学ばれてる感じがして、さらに事前学習でも今回学ばれたってことで、ちょっとより、詳しい子たちなんですけども、詳しいなって感じたんですけども、それでもやっぱりその当事者のカップルの話を初めて聞いたとか、いろんな気づきがあったっていうふうに書いていただいてたので、やっぱりいろんな当事者とかとその話を聞くのもやっぱりいいのかなと思ったりするし、やっぱどうやろうな。何やったかな。で、やっぱりその僕ら2人の間でもいろんな意見があるっていうか、その2人でも意見が違うっていうことで、その勉強になったって書いていただいたりていうのが多かったです。で、なんかちょっとその今回質問ではなくて、感想みたいな気づいたことっていうのが一番ほとんどだったんですけども、そういう質問の欄がなかったんですけども、唯一一個だけあったのは、男女との結婚が当たり前で、共生だった時代に生きていた LGBT の方はいたのかなと疑問に思いましたっていうふうに書かれてるんですけども、僕らの時代はまだ、ちょっと、ようやく、共生とかじゃない時代だと思うんですけども、僕らの一つ前の時代の人って、本当に男女の結婚が当たり前の時代で、しかも共生やったんな。なので、僕らの上の世代の方って、ゲイやったり、レズビアンやったりされた方も、やっぱり結婚されてるっていうのがすごい多いんですよ。で、やっぱりその同性が好きであっても、それを押し殺してというか、なんて言ったらいいの。もしかしてそれはちょっと自分がおかしいんかなと思われてた人もいたと思うんですけども、なので仕方なくというか、無理やり、もう結婚が当たり前なので、選択の余地がなかったので結婚されてるって方も多いんだな。多いんだな。実際会ったことも何人もいらっしゃるし。なので、そういった方って、それが苦しかったのかどうかだったとか、そういったことはちょっと僕らもよくわからないんですけども、なので、この方が疑問に思われていたのは実際あったというか、結婚が当たり前で、強制、半強制的に、結婚するしかなかった、そういった時代に
生きられている LGBT の方っていうのもたくさんいらっしゃるっていうのは事実なんですよ。で、その方たちがどういった思いで結婚されたのかとか、どういった思いで暮らされているのかっていうのは、やっぱりその方たちに聞くしかないので、うん、僕らはちょっと代弁することができないんですけども、うん、僕らの同世代の方でも、やっぱり結婚されている方いらっしゃることはいらっしゃるんですね。だからそこ難しいことなの。でも難しいと思う。なんか、例えばその、結婚された側っていうか、その、当事者の方でも、当事者も、その、まあ、結婚したくないけど結婚した。仕方なく結婚したとして、そしたら相手の方も、それちょっと知ったらショックだと思うんですよ。無理やり結婚されたと知らずに結婚してる相手の女性の方であったり、うん、まあ、レズビアンだったら相手の男性の方であったりするのも、その人たちも、もしその、相手の真実を知ったらショックやと思うので、なんか難しいよね。うん、もう一生黙っておくしかないというか、傷つけたくはないかなとか思ったり、そういうの想像をしてしまうんですけども、あくまで想像なんで、あそこはちょっと聞いていただくしかない。まあ、結婚した後でカミングアウトする当事者の方もいらっしゃるやん。相当勇気いったよな。めちゃくちゃ勇気いるんだよな。めちゃくちゃ勇気いるんだよな。子供とかいても子供にもカミングアウトするとかだよね。それってどうなんやろな。難しすぎるよな。さらにハードルが高いよな。うん、と思うので。この問題はな、うん、昔はよくあったよな。これからは、今結婚されてる人には起こることかもしれないけど、うん、これから強制的に結婚する人は少ないやろから、うん、そうだなと思います。ということで、で、まあ、他は何かあるかなと思ったけど、まあ、すごく皆さんも前向きに書いてくださってて、なんか自分たちで新しい時代を作っていくみたいなのも書いてくれてたりさして、うん、すごい心強いというか、この子たちの未来に期待したいなと思います。で、僕らは僕らで今後も頑張っていこうかと思っています。この津西高校で講演した様子、グループワークの様子とか、あと生徒さんのインタビューとかが、NHK のまるっと見えのサイトで放送、一部放送されているので、ぜひ見ていただきたいので、概要欄にまた書いていただこうと書いておくんですけども、すごい期間限定で、まもなく多分終了すると思うので、見られたい方は早めにチェックしてください。はい、では今日はこの辺で、はい、ありがとうございます。